はい、えー、こんにちは。アイレルの澤です。コンピューターネタでお送りします。まず1つはあのコンピューターの方ですけども、もえー、引き続きアイロスですね。イーザヤスリスプのえ、アイロス,ス部分、オブジェクト指向の部分の、えー、コンパイラーをですね全面的に書き直しています。 あの理解が深まってみると、ですね以前書いたコードはいろいろとあの無駄が多くって、そしてあの、コールネクストメソッドを順でとる関数としてあの扱えなきゃいけないんですけれども、そのあたりに難があったもんですから、それじゃあということで、えいやと全面的に書き直すことにしました、あ前に作ったその部品はそのまま利用しておりますけれども、えー、そんなんで、ちょっと昨日夜、実験的に書いてみて、えー、まだ完全にないですけども、単純な。 えー、コード例えばこれあの、以前ご紹介した M ひろしさんお書きになっているあの、えー、2次元平面、3次元空間の距離を求めるオブジェクト縮向で書かれたコードですけれどもこのぐらいのコンパイルはできて、えー、おります。 えー、あと、こんなのも単純なあのコールネクストメソッドであれば大丈夫で、あとやや込み入ったものがコンパイルできるものまだあの動作は不完全なものですので、まあ、あのおいおい週末あたりちょっとああの、えー、やってみようかなと思っております。えー、だいぶコードはすっきりしてきてで、思うんですけどね、本当に 本当に、ね、理解が進むごとに物事というのは単純になるものだと思います複雑になるというのはあの理解がまだまだ浅いからですあの、うん、特にあの自然現象ですとかあとはあのよく設計されたプログラム言語みたいなものだとか だからリスプなんていうのは人間が作ったものというよりはその数学みたいなものですからあの自然現象をなんかと同じように並べていいかと思うんですけどもその点のものっていうのはですねやっぱりすごいんですよ「あのサムスン・グレート」神様をお作りになったものっていうのは非常によくできていて理解が深まれば深まるほどそれは非常にその 単純明快な原理に基づいて動いてる、うんだと思うのですね数学なんか勉強してもそうだなと思ったんですけどコンピューター言語もそうだと思いますリスプっていうのは元来数学ですんででオブジェクト思考もね あの最初は何だろうって模索しながら追いかけたんですけれども、インタープリター、コンパイラーと修正していく過程ですね、えー、意外と単純な原理で、えー、できているのではないかみたいなことがようやくつかめてきてで、コンパイラーとか直してみると、今までなんであんなこんな難しいことやったんだみたいなのがいろいろ出てきて、わ、え、り、ー、と単純明快な原理で書けるのではないかみたいなことで、ね、結構楽しいですね、えー、そんなことをやっています。 でご紹介したいいと思います、えーとあの。税務署に行ってねあの、いろいろと仕事上、税務署に行かなきゃいけないもんで、まあ、昨日も行ってあの、いろいろ書類もらったりなんかしてたんですけれどもね、えー、とそこでね、えー、とこの分の、貼ってあったんですよあの、コマーシャルですわね。その えー、こんなサービスやってますよっていうんでね、チャットボットっていうのをね、やってるんですって、なんだろうと思ってね、えー、帰ってきて、えー、と国土国税庁アクセスしてみたらね、チャットボット双葉っていうのがあるんですね、でこれね、まあ、ちょっとやってみますけども、こんなんで、で年末調整とか、これから確定申告の時期なもんですから、それにね、いろいろ質問すると、自然言語で説明すると答えてくれるみたいなんですよ。 ここに例えば、えー、っと年末調整とは何ですかとか入れると,、えー、っと年末調整の概要とかあ控除対象、扶養親族とか年末調査必要だとかね、えー、っと答えてくるんですよ。えーっと 必要な書類は入れると、えー、添付書類、エネマ調整のしん、うん、添付書類とか、ね、用紙の入手法とかね、えー、答えてくるんですね、えーと。人工知能とか言ってますけども、これはあのき極めてあのあれですよ、初期の頃のあの。 あのなんだっけなんとかバウムさんファ,フ,ァファウゲン・バウムさんだっけ、えー、イライザーだとかあの辺でやってたあの技術だと思います。えっ、ー、とおそらくあのそんな自然言語をですねかっちりあの文法解析してなんてことはしなくてキーワードを拾ってるんだと思いますね。でそのキーワードから、えー、と最も該当する可能性がものを拾っていくっていうんでイライザーだとかあのなんだっけ ありましたよねその質問するといかにもなんか、えー、と人間が答えてるかのように、えー、錯覚するファウゲンバームさんだっけ、えー、あ,あれですよ。えっ、ー、とだからその後に開発されたあのシュルドゥルみたいな高度なものではなくてそれ以前のあのものではないかなと私は思っています。でもすごいですよね。すすすごごいですねねこれああると、ね、すごくあの 楽ですよ。えっ、ー、とやっぱり私は税務署に電話するとやっぱり敷居高いし。 あの電話じゃなくてなんか簡単に済ませられないかなみたいなのもあるかと思う特に若い人は、ねえー、と忙しくてそんな電話してる暇もないし調べるのがかったるいなと、えー、っていう時にこんなんでですね自然言語で質問するといくらでも答えてくれるしあの相手があのチャットポットで機械ですんであのうんざりされるようなこともないしこりゃいいなと思ってさすが国税庁うまいこと考えたなと思って、えー、見ておりました。これからあの この手のやつがね いっぱい経理担当者だとか税務署とか税理士事務所に質問が寄せられるのですけれども、な、えー、しはね、人間1年も経つと忘れてますからね、去年、えー、年末に書類出したんだけども、1年一生懸命仕事してたら、そんなキャッと忘れてますんで、うん、何出すんだったっけみたいな話になりがちなんですけれども、これはうまいサービスだなと思いながら、えー、拝見しておりました、えー、チャットボットっていうんですって、チャットボットのね、 双葉というんだそうです、えー、ぜひ皆さんご活用ください面白いですねはい、じゃあまたお会いしましょう